はいただいまご紹介に預かりました株式会社マルイの松田と申します今日はですね我々株式会社マルイがどんな思いで仕事をしながらその地域貢献であったりとかたくさんの皆様にどうやって食を伝えていくかという取り組みについてご説明をさせていただきます「食でつなぐ町人と心」というテーマでお話をさせていただきます 突然ですがあの、スーパーマーケットに、えー、ーー私たちの丸いじゃなくてもいいので、スーパーマーケットに行ったことがある方って、手を挙げてもらえますか。あ,ありがとうございます。多分ですね、えー、たくさんの方が当たり前のように、えー、もしくはお母さんやお父さんに連れられて、えー、来ていただくスーパーマーケットというものを我々は営業をさせていただいていますあの。社会インフラとしても、食というのはですね、 食べなければあ人間は生きていけないというようなあものを扱っている上でえで、ー、こういったあの先日降りました大雪であったりとか、自然災害の中でもどれだけお客様に食を提供できるかというところを実際にやってます、まあ、そ,んな私そんな株式会社で働いあ、丸井で働いている私の自己紹介をさせていただきます。 あの1986年10月20日ということで、多分今日来させていただいている中では、一番あ年下だというふうに思っておりますが、あの津山というところで,ですね、岡山県の北側の津山という町で生まれました。中学校を卒業のうち、あのーお、トゥレーヌ興南学園、も、あ、う、のー、廃校になっちゃったんですけれども、フランスの高校で3年間過ごさせていただきました。だいたいたパリが あった斜め下ぐらいにあるのがトゥ,トゥールという町で世界史とかだったらトゥール・ポワティエ間の戦いとかて出てくると思うんですけどそのトゥールに、えー、住んでましたこの経験が結構大きくて、えー、何千キロって離れる国の、まあ、多感な時期の高校生でしたんで、えー、皆様と同じ年ぐらいの時ですね、あのー、行かせていただきまして。本当にたくさんの経験と 自分たちの常識が何千キロ離れると全然違うと、またあの私が外国人っていう環境で育つというのは、あの本当に高校生の多感な時期に対しましては、すごい大きな学びを得ています。まあ後のあこれから説明させていただくお話の中でも、そういった経験っていうのを本当に生きてきたなというふうに思っております。 あのー、その後ですね、大学に行き、日本に帰ってきて大学に行き、職員会社に入って、まあ、実家の家業という形で株式会社、丸井という会社に入りました。その丸井のご紹介ですけれども、あのー、左側の創業者はですね、石原明という人で、この丸井ってなんで丸井かっていうとですね、あのー、市場とかで買い付けをばーってして、 ハポスロールとかにいちいちあの石原って書くの大変だから、片仮名の意に,に丸をつけた、だからああ丸いっていうところから始まってます。で、今の経営基本方針としては、絆というものを掲げさせていただいて、お客様の絆を大切にする、そして取引先様との絆を大切にする、えー、社内の絆を大切にする、地域との絆を大切にする、絆を大切にする。 にして収益構造の改革という形で本当にあの自分たち一人,だと一,人一人ではあの商売ができない中でこの絆というものを大切にしてみんなで地域であったりとかお客様に本当にあのいい商品であったりみんなで共に盛り上げていこうというような形で会社を経営をさせていただいてますあの1931年ですので大体92年 できてててから創業をさせいいただいてますそんなあ先ほどのテーマとして「食でつなぐ人、町心」という形でお話をさせていただきますが、まあ、我々は価値ある商品を、まあ、お客様であれば買うと思いますなので価値ある商品が何なのかというところにコミットしながらお客さんに提案をしていくんですがもう一つその先を考える会社になりたいということで。 買うのその先のにある価値というところを皆さんに知ってもらえるように会社でも努力をさせていただいてます。そんな買うのその先にある価値っていうのは、まあ、我々にとって何なのかというところですが我々はただの人間の餌を売っているわけではありません。食卓の未来を想像するために売っています。 えー、今日の鶏肉が安いから買っていただいて食べていただくだけどそれがあただの食事ということではなくてその先にあるものが何なのかというところを考えて、えー、商売をしています大体、えー、いいですね丸井、えー、という店舗に関しまして23店舗もございます23店舗で、えー、今日も来ていただいたお客様何万人というお客様に来ていただきます 生人のお客さんに来ていただいたらですね今日が誕生日っていう人絶対もう本当にたくさんいらっしゃってその人がスーパーマーケットに来たときに多分売り場を見たときにいつもとは違う見え方がするんじゃないかなと思ってます。お客様一人一人にもおストーリーがありますしその先我々の商品は何万まあ業界用で言うと SKU っていうんで何万種類の商品が棚に並んでます。 その一つ一つにも、たくさんのストーリーがあって、それをお客様にご案内したり、買っていただいたり、そういった仕事をさせていただく中で、我々の取り組みとしては、この食育ということを、先ほどご紹介にもいただきましたが食育を推進していくということを実際にやってます。まあ、この,あの生産者の苦労を知っていただく取り組みということで、 まああのこちら写真あるんですけれどもお米買っていただくと思うんですけれどもそのお米がどうやってできているかブロッコリーこれ大船長でやらせてもらってますがブロッコリーの収穫がどれだけ大変でサラダでまあ時々残したりするかもしれませんけれどもこのブロッコリーを作るしんどさそういったものも知っていただきたいと思っておりますしいろいろなお子様との あのメニュー提案であったりとか、実施させていただきながらあの、食育基本法というものが施行されたんですけれど、それが200年あ、えー、と2005年に施行されて、我々にその翌年からあ食育推進室というものを作らせていただいて、スーパーでは本当に先駆けで、食育ということをさせていただきました。まあ、こういった地域のの皆様と共にに、まあ、普段の食卓に上がる 大切な食事というのは何なのかということを考えるきっかけを作らせていただいているという活動もさせていただいています。またですね、あの産官学の取り組みとして、津、えー、山の方にあるんですけど、三鷹大学さんであったり、津山東高等学校さんっていうところで、まあ、食物調理科をお持ちの方々に、お弁当を作ってもらいましょう、それを販売しましょうということで、共同開発をさせていただいています。お弁当っててすごくく難しくて おい、えーまあ、しいものいっぱい揃えてお弁当の中に詰め込んだら多分2,000円3,000円するんですけど皆さん2,000円3,000円のお弁当は買わないですよね。だけどおそのいい材料を使っているかもしくは作れる工場の過程をどうやって踏んでいくかこんなことを学生の皆様と考えながらあ体にいい栄養のある食事ということで。 すごく人気のお弁当で、たくさんの,、まあ、の全国でもこういうあの食育弁当という形で発表させていただいてすごくですねあの皆様にも認めていただけた商品とかを開発させていただいてますこの生産をするという難しさそしてお客様に商品を届ける喜びというものを地域の皆様と実施をさせてだいてます。<laughs> 今度はですね、取り組みとして、フードフェスタであったり、マルコラというものを開催させていただいてるんですけれども、取引先様と食の祭典ということで、えー、実際のお客様、商品を買っていただくお客様と、我々売る人、作る人というのをつなげる取り組みもさせていただいています。本当にですね、あの、なかなか皆さん分担をしているので、売る人は売る。で、買う人は買う。 で作る人は作るっていうような動きの中でそのコミュニケーションってなかなか取る機会ない中でこういったイベントを実施をさせていただいて生産者とそしてまあメーカーさんと言われる方々と我々販売をするという人と本当に買っていただくその声っていうのをつなげていくっていう取り組みもさせていただいてます。まあ、全ては先ほども申し上げたとおりあの食卓に上がるそんな未来を創造するというところをみんなで作っていきたいと。 といいいうことで実施をさせててただいてますそんなですね食卓を囲む絵画コンクールというものをさせていただいてます、まあ、小学生の皆様から絵を描いていただいて送っていただく、えー、今年も開催あ去年です、ね、開催をさせていただいてますが4,000点の絵が届きみんなで見て審査をするようになってます。 そんな中で、すごい面白いなと思ってます。あの、これ2007年より実証しているので、もう15年ぐらいさせていただいてます。15年前の絵に、まあ、こう絵書いてあってですね、あの、えー、健康とか、いろいろ文言が書いてあるんですけれども、あの、本当にですね、びっくりしたのは、15年前の皆さんが書いていただいた絵の中の説明では、あの、 本当に健康であったり朝ごはんを食べようというような自分の健康を意識した言葉がすごくみんな書いてくれてたんですけれども最近はですね生産者に感謝や残さず食べようであったりとかあの自分の周りの人たちのことを考えた絵っていうのがすごく増えてきてこの矢印の向き方が自分から外に向いているこの現象っていうのは本当にいいことじゃないかなと。 いうふうふに思ってますそんな、まあ、あの長くやらせていただくと、まあ、こんな取り組みの中で、えー、もう本当に SDGs であったりとか学生の皆様も学ぶ機会があると思うんですけどそんなことが浸透した結果あ本当にお子さんたちいい方向に向いてるんじゃないかな自分の自理ではなく利他というところを向けているんじゃないかなそんなことも感じさせていただくのは本当にですねいい経験をさせてもらってます。またあ町のみ未来を盛り上げていこうと ということでさせてていいただいてますこれ、ワンバイワンラブという形でさせていただいているんですけど、指定の商品をお買い上げいただくと、メーカーの皆様から1円、生産者の皆さんから1円、そして、丸井から1円という形で寄付をさせていただく、お客様に転嫁するのではなくて、僕たちがお支払いをする、その商品が地域のに寄付されるというような取り組みをさせていただいています。これ2021 7500年度でこう万もの お金をいただき学校であったりに寄付をするんですけど図書館の本が足りないとかそういった問題を解決していきたいというふうに考えて取り組んでいます、まあ、その他あの学校の,あの授業の中でですねこう来ていただいて学んでいただいたりあのドライフープというチームがあるんですけど津山も本拠地岡山と津山を本拠地とするところにも スポンサーとして出させていただいて、地域のお子様が、このプロスポーツというところに触れる機会というのを作っていくということもさせていただいています。まあ、課外事業の実施ということで呼ばれれば行きますし、こんな職に対する仕事に関して皆さんに伝えるということもさせていただいています。まあ、まとめではございますが、今日も多分人は、 ご飯を食べると思います皆さんもお家に帰ったらですね、えー、当たり前のようにご飯を食べると思いますその一食が誰かの意識を変えるということもできるのがこの私の今の仕事ですすごくそこには誇りを持っていますそして誰かの心を動かせるっていうことが僕たちの仕事の本当に本質かなというふうに思っております きっとです、ね、たくさんの人が今日も食事をされるんですがその一食の生産者の苦労そして作ってくれた方の苦労な運んでくれた方の苦労であったりたくさんの奇跡の中で今日の一食が当たり前のように出てくるということを感じてもらえればきっとですねそこにはたくさんの地域への愛であったりとか思いっていうものが詰まっていると思います。私のの仕事は、の心を この食で動かしていくということをできているかわからないですけれども、チャレンジをさせてもらっているということが本当に幸せですし、皆様も食ではなくてもいいので、何かの仕事か自分たちの動きで誰かの心を動かすような、そんな仕事をしていただけたらというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。